柿崎慶家は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。越後国の戦国大名、長尾氏の家臣。柿崎城、猿毛城城主。七手組大将の一人。永昇十年、越後の国人である柿崎敏家の子として生まれたと言われる。はじめ長尾溜め陰に仕え、溜め陰死後はその子、晴れ慶に仕えた。 春イと長尾影虎が家督をめぐって争った時には影虎を支持している。謙信の下では先手組300機の大将として徴用され、英六元年に春日山城の留守巨役を務めている。英六四年の小田原の北条氏攻めにも参加し、直後の会、武田氏との第四次川中島の戦いでは先行を務め、八万元の武田信玄の本陣を攻め、 武田軍本隊を壊滅寸前にまで追い込んだ。また、斎藤浅信と共に武行に任命されて、上杉領内の所役免除などの重要な施策に携わり、元気元年の北条氏康との越相同盟締決においても尽力し、この春家を人質として小田原城へ送るなど、内政や外交面でも活躍している。剣心からの信頼は絶大で、 謙信の関東官連職の就任式の際には、斉藤浅信と共に立ち持ちを務めた。天正2年11月22日、病死。着難の勇家が、前年の越中攻めで深手を追っていたため、次男の春家が後を継いだ。母者の両言寺には、経過夫妻を描いた肖像が所蔵されている。経過の死因については、 今日までまかり通っている俗説があり、これが半ば通説と化している。その内容は以下のようなものである。慶症公一大略記によると、慶華は天正三年十二月、謙信に従って、古市中国水島に先手三百0の大将として出陣していたが、ここで織田信長と内通しているという噂が流れ、その噂を信じた謙信によって死罪に処されたという。 ただし、この春家は、無本の罪に連座しておらず、天正3年2月の上杉家軍営長調及び、天正5年の家臣名簿に、柿崎家当主として、春家の名があること、また、天正3年の段階ではまだ、上杉、小田良家が、交戦状態ではないこと、さらには信任する、経過をその程度の理由で、謙信が処刑するか、疑わしいことなど、 疑問点が多く信憑性に欠けている。なお、春家にも、天正5年に小田方に内通して処刑されたとする、説が存在し、それを、経過と混同したのではないかと見る向きもある。ちなみに、柿崎家は、春家の子、県家を当主として、お建ての乱後も存続している。AB 両源自家子町松となり屋は、ありがとうございます。